おはこんばんちは、伊藤です。競馬シミュレーションゲーム最新作ウィニングポスト10の体験版が配信されているということで、ちょっとだけダウンロードしてやってみることにしました。実はダービースタリオンは過去作も経験があるのですが、ウィニングポストシリーズは初めてプレイすることになります。ルールもどういうゲームかもわからない状態なので、ちょっとずつ学びながらやっています。少しやってみた感じだとダビスタとは違い、ほとんど馬主視点のゲームなんですね。ダビスタは淡々と生産、育成、レースを繰り返すのに対して、ウィポはさまざまな関係者とのイベントがあったり、結婚したり子供を騎手にしたりもできる主人公の馬主人生シミュレーションに特化しているようです。馬主人生をスタートさせる年代も選べるようで、今作では1973年のアイドルホースハイセイコーが活躍した時代が追加されています。もちろん体験版でも1973年を選択することもできますが、今回は何といっても黄金世代と言われた年代、1998年で遊んでいきます。この年は天才武豊騎手が初めてダービーを制した年であり、あのプリティダービー馬娘の初代主人公スペシャルウィークがクラシック戦線で激戦を繰り広げた年代になります。ウィポではその年代のクラシック戦線か小馬戦線かで道が分かれることになるようです。どちらの道に行っても現役の初期馬を一頭もらえるようで、生産から始まるダビスタとは違いますね。クラシック路線では史実では無冠に終わってしまったキングヘイローをもらうことができます。未冠馬セイウンスカイやダービー馬のスペシャルウィーク、グラスワンダー、エルコンドルパサーなど世界に誇る名馬が多い世代で、クラシック戦線では三強の一角として競馬界を盛り上げた名馬。先日騎手を引退された福永雄一騎手がデビュー2年目にして主戦騎手を務めた馬でもあります。そして子馬路線ではダビスタの動画で言ったかもしれませんが、私が大好きな名馬ステイボールドをもらうことができます。シルバーコレクターと言われ、頑張って走るけど勝ちきれない、そんな馬でした。7歳の目黒記念まで G1 はおろか重賞すら勝ち星がなかった名馬です。しかし引退レースとなった香港バースで悲願の初 G1 制覇、しかもそれが海外 G1 というところがひねくれてる感じでいいですよね。現役時代に反して種牡馬としては三冠馬を出したり大成功を収めています。ステイボールドを選べるなら私は迷わず小馬路線を選んでました。ということで、私のウィポデビューは1998年小馬路線ステイボールドから始まります。ゲームを進めていくと、いろいろシステムの説明とか文字を読むことが多く頭が痛くなりそうなので、バッサリカットしました。初戦は京都記念、昨年の牝馬2冠馬メジロドーベルがいます。レースでは騎手への作戦指示もできるようですね。第二ゲト化の奇策も簡単に指示できます。とりあえずゲームバランスもわからないので無難に指しにしておきます。噂通りファンファーレはオリジナルみたいですね。京都競馬場、本日のメインレースの発走です。レース映像はすごいリアルです。ちなみにスイッチ版になります。7番、それに続いています。17番、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは15番
その隣に14番、7番、そのうちに続いています。その外から18番、内からは12番、その後ろに11番、内からは1番。カメラは切り替えられますが、ドラマチックカメラというのが一番良さそう。前に進出、赤の帽子。馬名は番号で呼ばれていますが、製品版ではちゃんと名前で呼ばれるみたいです。並んで漆黒の馬体、9番並んで4番、内からは2番。1000メートルを通過しました。これは少々スローペース、後方勢には影響するか。勝負どころ3、4コーナー中間、ここで18番先頭に変わりました。18番後続を引き離す。2番手は12番、5番まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。この辺りで後続臨場感がすごいですね。さあ先頭は18番7番続いています。並んで12番6番続いています。その外からは16番。第4コーナーでしっかり膨らんでいるのがダビスタと違っていいです。ここから行くぞって感じの演出もかっこいいですね。15番、先頭残り 200m、 先頭は依然として16番、頑張れるか。2番手は5番、16番、先頭だ。先頭は残念ながら掲示板にも乗れませんでした。やっぱり勝ちきれない馬ということで、差し切る瞬発力、スピードがいまいちです。結果は6着。騎手のコメントももらえるみたい。騎手から的確なアドバイスが出ました。切れる足がなければ前残りで粘る競馬をすればいい。ということで、次戦阪神大賞典は先行に変更します。騎手も天才岡部さんに変更させていただきました。馬ソナという馬の個性みたいなシステムがあって、それと騎手の相性が重要なのです。ステイゴールドの馬ソナと岡部騎手の特徴が合致していたので、そういうところも騎手選択では考えなくてはいけないようですね。阪神競馬場、本日のメインレースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのは13番、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのが13番、9番、競りかけていきました。先手を取ったのは9番、5番、それに続いています。その外から15番、内からは4番、その外に16番、その隣に14番、3番、そのうちに続いています。2番すぐ後ろ、その外に11番、内からは1番、その後ろからは12番、並んで10番、内からは6番、8番、後ろからになりました。しんがりから7番、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。前の方からもう一度見ていきましょう。9番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。13番、それに続きます。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペースです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。大きく離れました。5番、16番、上がっていきました。少し離れて15番、続いています。すぐ後ろに4番、その外に12番、内からは14番、白の帽子1番、その後ろ。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その外に10番、内からは2番、並んで3番、この集団に11番、1番人気の8番、後方につけています。すぐ後ろに6番、最後方に7番、前の方からもう一度。古豪9番、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として9番、2番手は13番、16番、3番手8番、まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は9番、13番続いています。離れて15番、その外からは10番、その外からは5番、4番続いています。さあいよいよ直線の攻防。16番、ここで先頭に躍り出た。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。16番、先頭外から勢いよく。5番、先頭200を切った。やはり最後はこの2強だ。8番、迫る。8番、抜き去った。8番、ゴール。まさにシルバーコレクターですが、かなりいい勝負でしたね。2着は5番、
3着に11番。まずは前哨戦を制しました8番。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。これは絶好の。そして連投で出した日経賞でも先行で支持。ほぼ逃げみたいな感じで飛ばしていますね。さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭は9番、200を切った。9番完全に独走。9番先頭です。このまま押し切るか。2番手は3番、9番圧勝。なんかいきなり強すぎです。2着は4番。まずは前哨戦を制しました9番。ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。そして迎えた天皇賞春、2番人気に支持されました。前走の感じから逃げでもいけると判断し、ため逃げという作戦に変更。スタミナを武器に前残りで粘る作戦です。スタートしました。おっと遅れたのは18番。まずは先行争い、何が波乱に立つでしょうか。8番前に行きそうです。12番それに続いています。さらには17番、1番、その後ろ8番先手を取りました。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、手止めのない展開になりました。少し開いて7番、これに続いて3番、その外から16番、18番、その前に進出、大きく離れました。15番、9番、そのうちに続いています。その後ろに13番、5番、それに続いています。後方につけたのが2番、その外に14番、黄色の帽子10番、その後ろ11番、すぐ後ろ 1000m を通過。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。その隣に6番、しんがりから4番、各馬鮮やかなターフを進んでいきます。さて先頭を見てみましょう。一気に先頭に立ちました5号、18番、隣には8番、少し間が空いて12番、そして大きく離れて9番、この位置です。これに続くのが15番。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。並んで17番、すぐ後ろに13番、並んで1番、その外に5番、並んで7番、その外に14番、並んで16番、その後ろからは11番、並んで10番。京都競馬場3コーナー、坂を上りそして下っていきます。さあ先頭は8番、後続を引き離していく。2番手は18番、12番、3番手、2番、いい位置です。先頭を捉えにかかります。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は8番、18番続いています。12番続いています。離れて9番、17番続いています。並んで13番、16番、最短距離を回って一気に直線へ躍り出る。リードは1馬身から2馬身。12番、2番手手応えはどうか。200を切った。後続はまだ後ろ。8番、後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手は2番、8番、手に汗握るこの直線の攻防。8番、1着、2着は2番。初期馬が強いからか、初めてすぐに G1 制覇してしまいました。ちなみにレベルはノーマル、ノーリセでやっています。ノーマルではそこまでの難易度はない感じですね。強い馬は的確な指示をすればきっちり勝ってくれるイメージです。ダビスタのレースもこれくらいリアルでちゃんとしたレースなら良かったんですが、ステイゴールドで天皇賞春を勝てるなんてまさにイフストーリーですよね。さすが天才岡部さん、あなたを選んでよかった。ちなみに現在の馬そなはこんな感じ。まさにプライドが高くて丈夫な子って感じですね。反抗的というのがマイナスな馬そなですが、それを抑えるのが岡部騎手になります。次走の宝塚記念、エアグルーヴとメジロブライトに次ぐ3番人気。しかしメジロドーベルやサイレンス鈴鹿もいます。さあ最後は大外枠の17番、ゲートに入って体勢が整いました。
スタートしました。15番これは好スタート。13番この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出して11番花に立ちます。その後ろからはため逃げのはずですが、まさかのサイレンス鈴鹿よりも花を切っています。その後ろ11番先手を取りました。少し間が空いて14番すぐ後ろに8番17番上がっていきました。この辺りで各馬第1コーナー右にカーブしていきます。3番そのうちに続いています。白の帽子2番その後ろ、その外に5番並んで7番その隣に10番すぐ隣に12番16番それに続きます。その外から9番並んで5号4番 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然として11番6番ほとんど差がありません。3番手に15番絶好の手応え、15番いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は11番並んで6番15番後位を追走、間が空いて13番その外からは12番その外からは17番、さあいよいよ直線の攻防。11番先頭、外から15番先頭、あと 200m15 番伸びてきた。6番スピードが違いすぎました。番粘る2番手は6番15番1着、2着は6番3着に11番15番 G1 の大舞台で見事1番人気に応えました。さすがに助決は強かったですね。その後は京都大賞天を制して迎えた天皇賞秋。この年の天皇賞秋はサイレンス鈴鹿のラストランとなったレースです。一応史実再現はオフにしているので故障しない未来もあるかもしれません。私の夢はサイレンス鈴鹿、あの名実況の果てを見ることができるのでしょうか。ちなみにステイボールドは春を制しているので、ここを勝てば春秋制覇となります。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の18番ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。2番これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュをつけて2番行きました。これに続いて4番先手を取ったのは2番すぐ後ろに5番、これに続いて9番並んで6番6番その外に14番その隣に15番、内からは7番その後ろに3番その後ろに1番その外から16番11番すぐ後ろ青の帽子8番その後ろ並んで栗色の馬体12番10番そのうちに続いています。並んで13番13番すぐ後ろに17番並んで5号18番、各馬鮮やかな芝生を蹴り上げて進んでいきます。 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、鈴鹿ー1頭競争中止、4番場内騒然、レースにどのような影響が出るでしょうか。ここで5番先頭に変わりました。2番ほとんど差がありません。間を挟んで15番3番手、後続も追い上げていきます。さあいよいよ直線の攻防。5番先頭、内から2番14番足を伸ばす、先頭を捉えるか。内から1番5番先頭、内から14番2番上がってきた。ここからが勝負だ。さあ先頭に立ったのは14番200を切った。14番さらに足を伸ばす。2番手は5番14番先頭だ。14番1着、2着は8番3着に16番14番天皇賞春秋連覇の偉業達成。今我々の目の前で新たな伝説が誕生しました。伝説が誕生し伝説が消えた日、運命は変えられない。買ったのは嬉しいですが、中止の文字が辛いですね。最後方に13番
白馬鮮やかな芝生の上を駆けていきます。続くジャパンカップ、もう一度見ていきましょう。この年三冠馬になっていたスペシャルウィークが参戦。2番手は10番、17番、3番手、7番、まだ後ろ、鞍上のゴーサインはまだでしょうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭は10番。しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。3番手応えは悪くない。外から7番、10番、先頭あと 200m、 7番追い上げてきた。2番手は3番、この足色はどうか。7番、差し切った。スペシャルウィーク強すぎです。2着にはどうやら3番、3着に10番。これが三冠馬の実力だ。7番、最終レースの有馬記念、8番、並んで12番、体験版ではここが最後になります。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として9番、2番手は3番、10番、3番手1番、いい位置。果たして先頭を捉えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は9番、その外からは7番。4コーナーをカーブして、さあこれからです。もう並ぶことすらできません。1番、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手は10番、1番、1着、1番。クラシック路線のキングヘイローはこの化け物を倒せるのでしょうか。これが絶対王者だ。1番、年間ミーティングでは岡部騎手が2部門で受賞。ステイゴールドは最優秀4歳以上牡馬に選ばれました。あと裏で競りで買ったロサードが最優秀2歳牡馬になっています。ということで今回は初めてウィニングポストシリーズをやってみた企画ですが、どうしてもダビスタと比較してしまいますが、ダビスタに比べてゲームとしての難易度は低く感じました。ただ難易度を上げることもできるので、最上級のアルティメイトがどうなるのか、初心者でも上級者でも楽しめるように作られているようです。配合や自家製の子を育成していないのと、海外レースも豊富なので、やり込み要素はかなりありそうですね。イベントが多いので文字を読む機会が多いイメージでした。馬の生産や育成をサクサクやりたい場合は少しストレスがあるかもしれません。オプションなどの設定で改善できるかもしれませんが、いろいろ試してみます。いろいろな年代の馬と戦えるというのも魅力の一つですね。馬が好きな人、競馬が好きな人はもちろん、馬娘は知ってるけど競馬は知らないという人にも、モデルとなった馬が出てきたりするのでおすすめです。私が昔から言っている競馬はギャンブルではなくてドラマということがわかると思います。私もまだやり込めていないので、もう少し遊んでみようと思います。ちなみに今さらですが、まだ製品版を買うかは決めていません。もし時間があれば購入も検討してみたいと思っているという感じです。はい、いかがだったでしょうか。感想なんかもいただけたら嬉しいです。今回の内容が良かったと思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。星がまた瞬く真夜中に、大きな月が顔出して。